今日は肌寒いですね。ということで今日はインド料理を食べたいと思います。まあキーマカレーでバタチキン、これね、ナンの代わりなんですか、ナンじゃないんですけども、まあ一応ちょっとまあ焼いたものです。では、じゃあ、次行きましょうかね。まず、サラダを。いただきます。なんか、食べかけの、ケーキ。ホットケーキではないんです。何でもありません。でもまあ、合うでしょう。食べてみましょう。うん。うまい。遠くから遮断機の音、ずっと遠いのに。ちょっとこれ、甘いんですよ。甘いのも辛い。辛いが合うね。タントリーチキンはなかなかうまいです。これはちょっと時間制なんですけど、うまいわ。実は昨日もインド料理の店してたんですよ。近くに開店したもんですから行ってみたんですけど、安いんですよね。100円とか200円とか、なんだろう、チキンカレーでも400円、安いなと思ってね、食べたんですよ。まあ、味はすごくすごくマシでした。ただタンドリーチキンがね、親指の先ぐらいしかない小さなやつだったんで、
これはまあ、いざのスローかなとも思いましたけど、でも、大きくて、やつさせて、もしかしたらですね。あんまり感激して辛い辛いってすごいありますよね。
せとつるんで歩いてる。だからこのどん底の横には喜びの朝だっているだろう。思わなきゃ気の中へもう食わず嫌いで、あんまり食べたいとは思わなかったんですけど、食べるとうまいですね。豆とか入ってて、やっぱりサードにはレタスとね、必ず
昔、もう何十年前だ、ずっとシンガポールに行ったんですけど、そこでインド料理屋に入ってカレーを頼んだんですね。そしたらね、日本の全然カレーとは違うんですよ、まあ見た目はカレーなんですけど、食べるとね、なんか漢方薬、なんか防災さんとか、そんな漢方薬みたいな味がして、あれがちょっと食べやがったな。それとも、まあ慣れてなかったのかね。うん、あいつ、おじさんおじさん食べちゃうし、なくなっちゃうのが悲しいんですよね。
最近調子のついたウォーキングなんですけども、今日は雨で挫折しちゃいました。雨だからね、出ないわね。Stop.